はい、どうも、白熊先生です。僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強を教えてるわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについて解説考察していこうっていうチャンネルとなっております。今回ですね、取り上げたいニュースは何かっていうと、ジャングルポケットの斉藤さんの、性加害問題がですね、今大きく報じられているわけなんですけども、この件がですね、松本人志さんの性加害事件にですね、どのような影響を与えるのかってことについて、ちょっと考えて話していこうかなというふうに思っております。ここで先に結論言っちゃいますと、世の中の人たちがあることに気づいちゃうよねっていうことですね。これでどういうことなのか話していきます。まずなんですけども、今回の斉藤さんの件と松本さんの件っていうのは、言ってみたらかなり状況としては似てますよね。いわゆるその性加害問題であり、そしてその女性が無理やり性的なことをされたというふうに主張していて、対して相手方の男性、芸人さんサイドはですね、そういう行為はあったけども、それは強制ではなかったんだよ、同意のもとだったんだよっていうふうに言ってると。唯一違うのはですね、松本さんのパターンは民事裁判の方で、その斉藤さんの方がですね、今後刑事裁判でね、戦っていくって感じなんで、この民事と刑事っていう違いはね、あります。なんですけども、それ以外はですね、やはり非常に似ている部分が多かったりとかしますよね。それこそ斉藤さんはですね、その女性からですね、あと、いろいろ共通点、初対面か、初対面でそういった行為があったっていうことだったりとか、あとはですね、そのメールですね。女性からですね、そういう行為をした後にですね、女性側からですね、いわゆる、お疲れ様でしたみたいな、普通のメールがあった、LINE ですかね、ことがあったってことを斉藤さんは主張してるんですけども、これもですね、松本さんも主張されてますよね。いわゆる、とうとう出たねとか言ってですね、その A 子さんというですね、被害女性の方が松本さんに対して送っていたお礼 LINE って言いますか、それがですね、世間に公表された、流出した時にですね、それについて、とうとう出たねってことを言ったりとかしました。ただですね、性加害を受けた女性がですね、自分より立場の上のね、相手にそれをされた時に、その相手をおもんぱかってですね、そういった LINE だったりとかメッセージを送ってしまうってことは結構あるある中のあるあるだったりもするんで、その結果ですね、言ってみたらイコールそれがじゃあハニトラだったりとかハニートラップだとか、そういうことが言えるわけでは決してないと、むしろ珍しいことではないよっていう感じですね。そんな感じでですね、この松本さんの件と、斉藤さんの件はですね、かなりですね、似てる部分がありますよね。で、しかもですね、松本さんの件が報じられたのは去年の12月か。なので、1年経たないうちにですね、こういう件が報じられてしまってって。で、さらに言うと、最近芸人さんのですね、炎上案件すごく多いですよね。例えばなんですけども、ランジャタイの伊藤さんという方が18歳未満のファンに手を出して、いろいろあったっていう件だったりとか、あとはアインシュタインの稲田さんがですね、同じくファンの女性に対してですね、エロい写真を送らせるように言ったとかですね。あとは、フワちゃん騒動ですね。フワちゃんがやす子さんに死んでくださいみたいなことを言って、フワちゃん自体が消されただったりとか、で、あとはそのフワちゃんにですね、そういうふうに送ると言いますか、そういうことをやらせるようにですね、暗にですね、それをね、誘ったのが A マッソの加納さんで、加納さんも大炎上したりだったりとか、みたいな感じで、なんか最近ですね、芸人さんのですね、この性の分も含めてですね、この炎上案件が非常に多いわけなんですね。でですよ。じゃあ、このね、斉藤さんの一件は松本さんにどんな影響を与えるのかっていう話なわけなんですけども、僕はね、やはりこれ影響はでかいんじゃないかなっていうふうに思います。で、これ結局何かっていうと、芸人さんってやっぱりやばい奴らだったんだねっていうイメージを世間に植え付けてしまうってところがでかいのかなって思います。という何かっていうと、そもそもなんですけど、現代の芸人さんのイメージって過去とはもう全く違うものなんですよね。それ何かっていうと、それこそビートたけしさんとかが芸人を志す時代っていうのは、芸人になるってことはもはやですね、人から差別されるのと同じくらいの時代だったわけなんですよね。差別用語として芸人っていうのが下手したら使われるくらいだったんですよ。例えば、勉強ができなかったりだったりとか、その地区の落ちこぼれ相手にですよ、お前も芸人になれよ、お前はなんか芸人にしかなれねえよ、みたいな感じで、ダメなやつが、行くところ、それが芸人みたいな感じだったんですよね。だからこそ、当時のですね、人たちは芸人を志すときにですね、周りにとてもじゃないかけど言えなかったし、むしろ言うことが恥ずかしいことだったりしたんですね。みんなに言ったらバカにされる、いじめられる、殴られるくらいな、それくらいのレベルだったんですよ。なんだったらお父さんお母さんもですね、自分の子供が芸人やってる、芸人を志すなんてことはですね、世間周囲には絶対言わない、もうバレちゃう、もう私たちまで何言われるかわかんない、バカにされるぐらいな、それからの時代だったんですよね。で、そういう時代っていうのはつまり何かっていうと、世間が芸人さんのことを見下していたんですよ。見下していた。で、それこそですよ、芸人さんがじゃあテレビで漫才とかしてるみたいですよ。いやー、こいつらこんな風に人前で適当にこんなワーワー喋ってるだけで金がもらえて楽な商売してんな、本当にこいつら、みたいな感じで、バカにされる存在だったんですよね。しかしながらですね、こうやって時代がね、経ってどうなったかっていうと、芸人さんの地位がですね、いわゆるそのエンターテイメント界、テレビ界で飛躍的に向上しました。例えばなんですけど、ほとんど今の時代って芸人さんがテレビを支配してますよね。
ね。それこそ情報バラエティからゴリゴリのバラエティから、それこそニュース番組から音楽番組からドラマからですね、もういろんな芸人さんがですね、ほとんど全ジャンルの番組に出てると言っても過言ではないわけですよね。それこそ何がそれかっていうと、真剣なニュース番組の MC を芸人さんがやっていて、コメンテーターにも芸人さんが何人か入ってるっていうさ、これなかなかすごくないですか皆さん。ね、普通にそのテレビで最近こういうとんでもない殺人事件が行われましたとかですね、結構重いニュースを扱ったりするにもかかわらず、芸人さんが MC やってコメンテーターも芸人なんですよ皆さん。ね、さっき言ったビートたけしさんの時代から考えたら、普通だったら絶対ありえないわけですよね。うん。で、それこそですね、M1 グランプリとか、そういうですね、賞レースがですね、視聴率を取り、大きくですね、その世の中でピックアップされるようになりますよね。で、さらに、その番組の作り方も、芸人さんたちの裏側に密着するわけですよ。ね、この芸人さんたちが、いかに苦しみながら、一生懸命頑張りながらお笑いをやってるのか、家族を守るため、売れるために、どんだけ努力してるのか、みたいな、そういうですね、裏側をドキュメンタリーチェックにですね、映すみたいなパターン、そういったですね、番組がものすごく増えましたね。で、そういうのが増えると何が起きるかっていうと、テレビを見てる人たちは、うわ、すごい、芸人さんってこんな中で頑張ってるんだ、こんなに一生懸命お笑いに向き合ってるんだみたいな感じで、また好感度が上がっていくわけなんですよ。実際問題ですね、昨今のですね、芸人を目指すですね、若い子たちはですね、みんな M1 グランプリを見て、芸人ってかっこいいなって思ってなるらしいんですよ。芸人ってかっこいいなってね。はい。この芸人ってかっこいいななんて感覚なんて、それこそ昔の時代はなかったわけですからね。うん。何もやるものがないから芸人になるみたいな時代だったんですよ。それが芸人ってかっこいいからなるっていう時代なんですよ。実際問題ですね、もう一個のパターンで言うと、過去はですね、その芸人さんを志す人ってのはもうそれこそ中卒、高卒、下手したら小卒ばっかりでも今の時代っていうのはね、いわゆる学歴の高い芸人さんめちゃくちゃ増えてます。はい。いい大学を出て、その後に芸人さんになるパターンもめちゃくちゃ増えてて、別に何も新しい、真新しいことはないんですよね。それもまさに芸人さんの地位が上がったっていうことですよね。昔だったら、いい大学を出たにもかかわらず芸人になるなんてそんなの考えられなかった時代だった。しかし今の時代は、高学歴、早稲田とか東大とか出て芸人さんになっても何も珍しくない。それくらい芸人さんって素晴らしい、すごい職業っていう風になったわけなんですね。うん。で、そうなってくるんですよ。で、そうですよ、皆さん。そうなってくると、とはいえ芸人さんってテレビの中でバカなことばっかりやってたりするじゃないですか。おふざけしたりだったりとかさ、ね、したりしますよね。うん。でも結局あれってどういう感覚でみんながそれを見てるかっていうとね、この人たちってこういう風に散々ふざけて適当なこと言ってわちゃわちゃやってるように見えるけど、その実めちゃくちゃ頑張ってお笑いやってるし、きっと本心、心底の部分では悪い人じゃないんだろうなっていう風な目線で見てるんですよ。うん。そう、バカなことをやっててもやっぱり見下してはいないんですね。心のどこかでですね、絶対見下してはいないと。こんだけバカなことやってるけど、でもこの人たちは本当は一生懸命これをやってるんだろうな、すごいんだろうなっていうですね、そういうある種の相手を認めるマインドっていうんですか、そういうのがある上で見てるわけなんですよね。で、逆に言うと、だからこそバカやってるのが見てられるんですよ。バカやってるのが。うん。ね。だから、YouTuber とかのことをですよ、世間がバカにするのはなんでかっていうと、ヒカルさんとかいろいろじゃないですか、若い人たちね。あれ、なんでバカにするかっていうと、バカがバカやってると思ってるんですよ。はい。バカなやつがバカなことやってんな、なんだこいつって思ってるんですよ。はい。で、対して、芸人さんに対してはね、ちゃんとしてる人が、ちゃんと常識とかもあって、ちゃんとルールを守ってやってる人が、そういう常識を持った上でふざけてるんだなっていう感覚で見てるわけなんですよ。うん。その違いが僕はね、あると思うんですよね。はい。で、そういう風な見え方にやっぱりなったのはさっきも言いましたけど、ね、M1 グランプリとか賞レースとかもそうだし、お笑いの裏側を語る番組とかもすごく増えたからですよ。芸人さんたちが裏側を語って語って、こんな苦悩の中で頑張ってますみたいなのを散々語り明かしたせいで、そういう風な見え方をされたわけなんですよね。うん。はい。で、ですよ。で、じゃあ昨今ですね、こういう風に斉藤さんとか松本さんとかですね、フワちゃんもそうですけど、こういうのがどんどん報道されるじゃないですか。するとですね、世間はどう思うかっていうとですね、はい。この人たちって、本当にやばいやつだったんだってなっちゃうんですよ。はい。本当にやばいやつだったなと。うん。そう。一見、やばいやつ、ふざけたやつ、バカなことをバカやってるけども、でも実際はきっと真人間だし、常識人だし、一生懸命頑張ってる、ちゃんとした人なんだなっていう風な印象で見てたのが、あれ？こいつ本当のやばいやつじゃんっていう風になっちゃうんですよ。だからそれこそフワちゃんだってそうだと思うんですね。フワちゃん。うん。フワちゃんだってぶっちゃけテレビは結構行儀が悪かったわけですね。今までね。はい。悪かったわけだけども、でもとはいえ、まあフワちゃんってさ、こんだけ一生懸命ね、テレビで頑張ってて、まあ友達テレビのね、出演者の指令とかもいるみたいだから、まあとはいえ、本当のやばいやつじゃないんだなってみんな思ってたわけですよ。だからこそフワちゃんってテレビに出続けれてたわけじゃないですか。ね、なんだかんだでフワちゃんってずっとテレビ出てましたよ。うん。なんですけど、今回のやすこさんのコメントで何が分かったかっていうと、あ、こいつ、本当のダメなやつなんだって分かっちゃったんですよ、みんなが。はい。本当の。うん。ね。だって今まで逆に言えば、フワちゃんが本当にやばいやつだっていう風にみんなが本当に思ってたとしたら、以前から思ってたとしたら、フワちゃんとっくにテレビ出れてませんからね。はい。フワちゃんが結局、今までなんでテレビに出れてたかっていうと、やばいやつだとは思ってたけど、本当の意味ではやばいやつだとはみんな思ってなかったんですよ。だからこそ逆に言えばテレビに出れた。でも今回、本当にやばいやつだってことがバレちゃったから、
っていう話なんですよ。はい。だからそれこそ、じゃあ、ジャングルポケットの斉藤さんもですよ、皆さん。去年、浮気とか不倫とかバレたじゃないですか。ね。で、そのこともなんだかんだ言って芸人さんたちがいじってテレビで笑いにして、それを見てる視聴者も笑ってる人もいるわけですよ。斉藤さんが不倫いじりされて、それを笑ってる視聴者もいるわけですよ。じゃあ、それで笑ってる視聴者は、なんで彼を見て笑えるかっていうと、それは、ね。まあ、確かにこの人は不倫とか浮気をして、ちょっと女癖が悪いかもしれないけど、もう本当の意味での人間のクズだったりとか、どうしようもないやつではないんだと。はい。いう風な意識があるから、まだ見てれるわけですよ。そういう安心感があるから。ね。うん。でも今回の件が分かってしまった結果、あれ斉藤さんって本当の本当の本当のクズだったんだってことに気づいたわけですよ、世の中が。ね。うん。で、そうなるとって話ですよ。だから、今回の、だから結局斉藤さんもそうだし、松本さんもそうですけど、ね。うん。そういう風に、なんだかんだ言ってでも芸人さんって真人間でちゃんとしてる人なんだよね。だからこそお笑いができるんだよねっていう風な、そういうですね、芸人さんに対する幻想が近年どん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 崩れていってるんですよね。はい。こいつらって本当のダメなやつなんじゃないかっていうね。はい。っていうことなんですよ。うん。だから、結局ですよ。結局、例えばじゃあ松本さんがですよ。松本さんが、こういう報道がされた時にもですよ。うん。ね、もちろん松本さんのことを擁護したりだったりとか、ね、好意的に見てる人はまだまだ世の中に一定数いるわけですよ。で、そういう人たちからすると、いやいや、ね、松本さんは確かにテレビであんないい加減な発言したり、結構ね、下ネタとかいろいろ言ったりとかしてるかもしれないけど、とはいえ、やっぱり人間性は松本さん素晴らしい人だと。やっぱりお笑い芸人という職業からね、ああいうなんかチャランポラのこと言ったりとか、わーわーやってるかもしれないけど、とはいえ、松本さんはきっと、家族を愛し、娘を愛し、ね、ちゃんとしてるお笑い芸人として向き合ってる、お笑いに向き合ってるちゃんとした人なんだっていう風な印象が世の中にあったわけですよ。しかしながら、ああいった報道が出ると、あれ松本さんって本当のやばいダメなやつだったんだっていう風になっちゃうわけじゃないですか。ね。でもそれでも、いやいや、そんなことない。そんなことない。松本さんはきっといい人だよって思ってる人も、やっぱり一定数いたと思うんですよ。しかしながら、今回ね、ジャンポケ斉藤さんとか、フワちゃんとか、ランジャタイ伊藤さんとか、アインシュタイン稲田さんとか、いろんな芸人さんの性考えも含めていろんな問題が出てくると、ね、あれ芸人さんって、やっぱり、ろくでもないやつだったんじゃ、ってなるんですよね。で、そうすると、そのイメージが、いわゆる、その、松本さんにも波及してしまうというか、はい。ね、うん。つまり、そう、芸人さん全体のイメージが悪くなることは、イコールですね、松本さんのイメージが悪くなることにも繋がるわけなんですよね。はい。で、そうなっちゃうと、っていう話ですよ。うん。だから、結局、斉藤さんがこういうふうにね、とんでもないことをしでかして、芸人さんそのもののイメージが下がることは、イコール松本さんのイメージが下がることにも繋がるわけですよね。少なくともプラスになることはないですよね、皆さんね。プラスに。はい。斉藤さんの性加害問題がこうやってピックアップされた結果、むしろ松本さんが裁判で勝ちやすくなりました。松本さんが有利になりましたってことは絶対ないわけですよ。はい。まさに、百害あって一利なしなんですよね。絶対マイナスのね、にしか作用しないっていうことなんですよね。はい。まあ、だからそう考えるとね、松本さんとしても今回は多分記事、まあ、おそらくね、家でね、ずっと閉じこもって見てると思うんですけども、おそらくこれを見ながらですね、斉藤なんでこのタイミングやねんっていうふうには思ってるのかもしれません。せめて俺の裁判が終わってからにしてくれよ、みたいなさ。はい。よりにもよってなんでみたいな。しかも結構似た内容だし、みたいな。はい。よりによってめちゃくちゃ俺のと似た内容なのが、1年以内、ね、10ヶ月以内くらいのタイミングでなんで来るんだよ、この野郎、みたいな。ふうに、思ってるんじゃないかなっていうふうに僕としては思いました。というわけでですね、今回はここで終わります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね、コメントよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。